はい、今日もダストン占いやっていきましょう。サマイショップ。爆裂剣、たまーに見るよね。さあ、やっていきましょう。でかい仕事になりそうだな。だんだんとね、サービス終了に向けてマッチングしなくなってきてるんだよね。ああ、来てる。一定時間マッチングしませんでしたので戻りますみたいなのが出ることが多くなってきた。ああ、こんな感じ、こんな感じね。だからそれが敵なんだよ、今。最大の敵は対戦相手がいないということ。うわぁ、きついな。ダイヤ1のランクマが当たらないというね。闘技場なんかもうかなり厳しいっていう話を聞きますね。強さとは何か。わがまま女王っていうなんか称号があるね。どうやって取るんだろうね。ひたすらゲルダを使いまくるってことかな。単に単にいいね。さて、ウノガはいいぞ。この手で葬ってくれる。俺のターンだな。何が来るんだ。スタートとしては悪くはない。ルルか。よし、悪魔いるルか。ついに入れるか。キングモーモンが出てくるってやつだよね。闇へ誘ってやろう。違うな。魔王イルルカだな。どう攻めるか。どうか、まさか。何が来るんだ。ミラールゴ。ミラールゴ。あとなんかがあるか。ミラールゴ。他になんか可能性あるか。魔王だよね、これ絶対。魔王いるか。だから、バラモスとか出したいところかな。見た感じ。そうだよね。そうだよ。そう思いましたよ。行け！誇り高き魔族の騎士よ。うまいね。一体何の卵かな。さて、どうするかだね。これ一体をこれやっつけて、これで魔王なんですか、下がってるからな。え、さらになんか出すの。魔力解放。はっ、テンション上げたかったな。ああ、なるほど。まずこれでやっつけて、ずっとギリ嬉しいな。ずっとギリプラス殴るか。
盗っとぎり、うん、いらねえ。むしろ相手が言いするだけ。自分を食らってもいいから殴ろう。あんまり俺を怒らせるなよ。最終的なことを考えると、最終的なことを考えると、闇へ誘ってやろう。これを使いたいから取っといた方がいいのかもしれない。これできたのは問題なし。特に無視している。なるほど、人魚か、厄介だな。ここでああしてこうして。おお、これは楽しそうだね。どう攻めるか。さてと、困ったちゃんだね、これは。さて、どうしたらいいか困ったちゃん。作戦、次に出る作戦も全部残るのか。これは厳しい。やっつける方法をこうやって出さないといけないっていうのはね。まず、これでしょ。1点、うん、殴って。全部やっつけるか、仕方ない。もう時間がねえ。ほら、やばい、倒さないとどうしようもなかった。いやー、手札が枯れるのはきつい。この手で葬ってくれる。でも次の作戦が3個出る方がきつかった。手札が燃えるのがきつい。なんかでかいのが燃えそう。うわー、これもきつい。作戦出されたらきつい。うーん、難しいな。7はきついな。どうしよう。俺のターンだな。手札がいっぱいだ。きつい。とりあえずなんか出すしかない。ああ、これもまた重いんだ。1コス。きついな、これ。何が来るんだ？テンション上げるしかないね。向こうもきついはず。やれることはやったな。テンション上げて、これでウルノーガで頑張るしかない。向こうも目的強いはずなの。準備はいいか？お前たち。コスト下げるか。どうした今。今何しよう。コスト下げたよね今。おお。それは強いな。次のウルノーガでなんとかして全処理したいところ。
うわぁ、強っ。やっつけるしかないんだよな。何が出てるか。いやーそれ2枚出たのか、これ2枚出た。2枚出たんか。いやーきついな。まあやっつけるしかないんだよな。古典っていうのかな。新刊一戦。くそ、もう時間がねえ。カイロスハント。出してみるか。やれることはやったな。この手で葬ってくれる。いやーきついな。おお、魔王が引けるんだ。これはでかいな。いやー、つまんねえやつ出しやがって。一番面白くないやつ出しやがったな。これはつまんない。俺のターンだな。はあ、嬉しいんだけどな。出してる場合近くか。何が来るんだ。もう一回水脈で頑張ってみるか。あんまり俺を怒らせるなよ。くそ、もう時間がねえ。やれることはやったな。闇へ誘ってやろう。きつい。こっち先出せばよかったか。モンスターたちとの絆を力に。オクスだ。あ、こいつ、もう、あ、コスト下げてんのか。よし、つまんねえな。これはカイロさんと。
待てよ、これで殴って、いや待て、近いか、くそ、もう時間がね、今日もヘアスタイル決まってますね。さ、準備できたぜ、くらえ、これで頑張って、心眼一閃、何が来るんだ、あーこれ使い損ねた、我が波動は止められぬぞ、危ねえ、そうな、きつい、いやーきついな、これ使い損ねちゃった、しかしデスタムはきついな、きついな、お互い様だけど、早く6以上のやつをバンバン出せよな、いい加減に、翼なき天使を我が目的を阻むか、愚かなことだ、犯した罪は裁かれねばならない、つまんねー、つまんねー、つまんねー、攻撃力を上げてくれ、ダストンが効くかもしれんぞ、攻撃力を上げてくれ、この一手重いな、イスタムは2体、ラストも出せない、くそー、僕のウルノーガが出したいのを分かってるかのような、こいつをもらうか、もらえねえよ、したところでこれきついな、これきついんだよな、これがでも4ダメージ死亡がついてるから12点くらって終わりか、くそ、もう時間がねえ、あー回復してれば、回復してればワンチャンあったのにな、いやー、ウルノーが向こう見えてるからな、それが強かったな、無ダメージ死亡は残した、ひたすらコスト下げてんのか、滅びるがいい、あ、違う、ここで攻撃を上げるんか、つまんねえ、ここまでかよ、デスタムが2体はきついな、でも楽しそうなデッキであることは確かだが、最初の作戦がきつかったな、なんとしてでもデスタムはやっつけないといけなかったんか、くそー、つまんねえ、ダストンが活躍できそうだったのに、ウルノーガでババーンとやっつけたかったのにな、それが ちゃんと読まれてた感じだったね、悔しかったんで
完全なダストン勝ちのリプレイを見ましょう。そこまでやれたら楽しいだろうな。油断してると痛い目見るわよ。またもういらねえ。よし、さすがにバーンでしか相手には無理だ。これすっごい逆転勝ちでしょ。こんな逆転勝ち本当にあるのかっていう奇跡の逆転勝ちは見られますよ。何が来るんだ。何にしようかしら。ルーカだかスライムかドラゴンと。私のターンね。ダストンのおかげなんですけどね。アピラスで来る。ドラゴンゼシカだってことが分かってた。一体何の卵かな。ドキドキしちゃうね。どう攻めるか。さあ準備できたぜ。せや。何が来るんだ。さあ行くよ。いつも殴れるから特に問題なしと。ここはしっかり HP 上げるっていうのは出なかったから嬉しい。俺のターンだな。盤面を制していく。これ縦一列に何々ってやつがあるからちょっとこれずらした、あえて。何にしようかしら。やはり予想通りずらしてよかったと。これで HP 上がるのはきついんだよな。倒せない。やけどしても知らないわよ。しかしここでグレンとメラを使ってくれた。これはかなり嬉しい。嬉しいけど倒せない。いやー、ここでこれを使ってしまうのはきつい。もっと HP でけえやつどんどん出てくるからね。私のターンね。もっとでかいやつがどんどん出てくる。これ困るな。で、モンスターたちとの絆を力に。攻撃力の方を上げてくる。仕方なく盗む。テンダ拾って。すいません、ありがとうございますとする。何が来るんだ。これはちょっと嬉しい26テンダ。しばらく耐えることができる。いな、後ろに豪産で置かれる。クロスカッターで倒しきれないっていうね、計算したんだけど。よし、行くぜ。しかしまずエマから行き、それからクロスカッターを打って。クロスカッターで殴って、この出てきたやつを、出てきた回復薬草をデンダに使うことで割と処理できるという。カイロスハント。で次ダストンがあるからダストンアタックをセットしておくと、はい、何が出てきてもダストンで奪えるでしょうという。いやー、きつい。
いやーこの岩がきつい。やだ、助けて。しかしここでダストンアタックをする。これまさにダストン占いになるというね。肩つけていろいろ考えたんだが、ダストンはの能力は、攻撃力が一番、あんたらなんかに違う、こちら。ダストンは攻撃力が一番低いユニットといった読み方です。攻撃力両方とも5だからどっちを奪うかっていう話なんです。高一の方が来ちゃった。まあ高校の方が来れば当たりだったけど、雪原流の攻撃が全体1点になったからまだマシだ。25対11ほぼ負けなんだが、いいのが来た。2頭やって1頭やって心眼一線を打つことでダメゴンロードが友達にできる。これ殴らない。はい、ありがとうございます。これ しばらく防げる。メラゾーマ、ダメゴンロードでメラミを手に入れてるんだよね。で次グレーム打たれたら負け。23点削らないと負けなんだが、出るか。盗っ人斬りで出てきたのがなんとガメゴンロード。しかもコストが1下がる。4 3 3 5 2、そしてガメゴンロードでメラミを手に入れて、メラミ23点アタックで勝ち。これはダストン勝ちと言えるでしょう。完璧なダストン勝ちだ。次グレンで負けてたからね、23点今与えなければ負けだった。すごい、まさかのガメゴンロードでした。